社長は男男喜び男の仕事可愛い女性も活躍中は総合でこうさあのあなたの未来ある時は鉄工所の親父またある時はラジオのパーソナリティそんなヨッシキマツがその豊かな経験と人生哲学で あなたの明日をクリエイト。よし、行きますの。あなたの未来。始まり。まあ。 大分県で一番有名な社長吉井清松です せーの、みな、ね、さんこんにちは、アシスタントの松本久美子ですはい、こんにちはなんか今日は時代,時代劇風でしたね、<laughs> トークがね <laughs> そう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 、いや先週なんか今後言及されたんで <laughs>、はい、松久美が、はい、ちょっとまたか変わったことをしないと <laughs>、はい、先週からの流れがおかしくなるかな、ね、<laughs> なるほど、ありがとうございますじゃああえて申し上げましょうもうこの番組ね、え六、ー、年目に入っておりますのでそうですね毎週毎週バージョンをもうわかりやすく変えるってね <laughs> これを課題にしてハードルをさらに上げていきたいと思いますけれども6月の朝礼がもう終わったばかりでございまして、ね、そうすの、ね、で、えーはい、今度7月1日は月曜日ということですので、はいえー、ぜひともお,お集まりいただければありがたいなというふうふに思います。えと、ー、とねそれとお もうそろそろもう6月になったんで、えーえー、本格的に、えー、こう内容を考えていかないといけないんですけども、はい、8月12日が、えー、清正大でこの夏祭りということで、はいえー、マルシアなんかもたくさん用意していますしまたあ焼肉パーティーとかあー、まあ、各ミュージシャンの舞台とかもいろいろ今考えてますのでまた詳しい内容が決まったら、えー、ここの ゲストも含めて、はいえー、なんか来ていただいてちょっとお話を聞きたいなというふうに思ってますので、えー、8月12日大きくカレンダーに丸をつけて、えー、清松総合鉄工夏祭りと書いておいて、えーそ,まあ、その日を楽しみにしていただければありがたいなというふうに思います。あの、清松総合鉄工の夏祭りって結構こう前からずっとやってらっしゃって、ねはい、コロナの間ちょっとね、大変だったじゃないですか。そうですできなかった。あの 祭りっていう言葉は使えなかったんで、んはい、サマーガーデンとか作ってみたり、ね、本当にあの三年間はきつかったですけどね。ねまあ今回はもう晴れて。 されて、ま、祭りっていうのは <laughs>、はいえー、今年初めてね、久しぶりに言えますよね。はい。本当、はい、ありがたいなと思って。やっぱり、あ日本人であるってこう、はい、祭りっていう言葉がちょっと心躍るものがあるじゃないですか。もうやっぱり北島三郎さんの世界ですからね。<laughs> <laughs> 祭りだ、祭りだって、えー。これがあの屋上でされるんですかね。えー、そうですね。うん、あの、1階のマルチェは無料で開放いたしまして、えー、そこでまた、あの、絆やなんかは、 こで。えー えー、もうう無料でで見る見ることができるようなそういうふうにしようかなと思ってまして、えー、また男屋さんとちょっとコラボし,しようかなと思ってまして、えー、1回に舞台をし、えー、作って地元のアーティストあたりには、えー、1回で皆さん無料で聞,聞かれるようなそういう舞台を作っていこうかなと思ってます。でえー、屋上ににはちょっと別に、えー えちょっと回避をいただきながら焼肉食べながら、えー、ビール飲み放題で、えー、ビールでもあのアルコールでもそうド,リドリンクでも何でも飲み放題にして、えー、ちょっと有名なアーティストさんに歌ってもらおうかなというふうに今思ってますんでそれも楽しみにして頂ければというふうに思ってますこれまで行った時お肉が本当においしかったそうですね,ねはい もうあ,あんな肉ってなかなか食べられないようなお肉を、ひじ、はいえー、のお僕の友達が、はい、あ出しているとこがあって、えー、そこでまた今回もお願いしようかなというふうに思ってます、はいねまあ、あのお盆に入る1日前でございますけれども、えー、どうぞ皆様あのうさし、ね、のほうに。10、11、12があの、まあ、3連休ということで。 10日が11日が、はい、う山の日だったんですよね、はい、だから振り返日で12日も多分お休みになると思いますんで、ね、皆さん本当に12日楽しみにしてきてください8月10日は吉行いの誕生日でもございますでああそうでしたね忘れてましたはい <laughs> <laughs> あのええハ、ー、ッと驚く吉行いの誕生日って皆さん覚えておいていただければ、はい、プレゼントお待ちしてます <laughs> あじゃああの遅れてごめんねバースデーを12日にしてもいいということで ね、そういうことですね。毎年ね、はい、うちの社員はそうやって祝ってくれますんで、はい、もう、それも僕楽しみにしてます。何やかんないと賑やかそうなイベントでございますので、<laughs> またこの番組でね、はい、出演者の方をお招きして、詳しい情報をお伝えしていきますので、チェックしてくださいね。続いて後半は、ヨッシー清松の幅広い交友関係の中から、素敵なゲストをお招きして、スペシャルトークをお送りします。ゲストさん、いらっしゃい さて今日のお客様は五円紬大学第4期主催者の後藤健太郎さんです。 はい、後藤健ちゃん。よろしくお願いします。はい。健ちゃんなんだ。そうですね。<laughs> はい、あの後藤健って言われてね。そうですね。後藤健って呼ばれてますね。えーえー、ずっと、あの。だえー、第三期から入られた,んでた。です僕はですね。えー、清松社長が五円紡ぎ大学を置いたこの第一期だ、ね。だと思うんですけれども。僕は二期、後輩になりますね。一<あ>。二<つ>期、あはい。から入られて、三期の主催者になってそうですね。三期の主催をさせていただいて、次に四期も主催をさせていただこうかなということで、今活動をしております。 いう感じだ。もともとね、あな君が始めた。そうです、ね、つむぎ大学ですけども、はい、本当にもう第四期になってしまう,っていう。そうですね。四回目になります、ねえー。もうかなりの卒業生が応援つむぎ大学にいるんじゃないですか。そうですね。 今回数えてみたんですけど、大体150名程度、今、終<ー>了された方々がいらっしゃいまして、えー。その人たちがみんな仲いいんですよね。そうですね、終わってからも、ね、あの、えー、ご縁を紡いでいただいて。今更なんですけど、はい、ご縁紡ぎ大学とは何でございましょう <laughs> そうですね、<laughs> はい、ご縁紡ぎ大学とはですね、中村文明という、年間約300回ぐらい講演をする講演家がいましてですね、はい、その講演家が、 この分野ならこの人に学ぶと、その後の自分の人生が良くなっていくんじゃないかなという選別された、まあ選ばれた講師の方が月に1回ずつ、えー、まあ半日午後からですね、講師として、えー、おいたまで来ていただいて、えー、約7ヶ月、 一緒に、約50年ぐらいになるんですけれども、50名の方々と同じ講師と同じ内容でお勉強をして、自分の未来に対して、え、プラスになることを学んでいきましょうっていう、そういうイベントですね、うん。そうですね。 えー、大体6人ぐらいの講師、まあね、5人の場合もありましたけども、えー、6人ぐらいの講師が来て、えー、それぞれの専門分野について、いろんなあこう、僕らのためになるようなお話をしてくれるんですよねそうですね、えー、例えばどんなものなんですか、<あ>例えばどういういもの,あのいや本当に生き方もあるし、あのえー、名,刺名刺で割り箸を切るとか、はい、そんなワークもあったり、はい、おとても、あでも 普通の考えで割り箸が名刺で切れるわけないって思ってるじゃないですか。はい、でも、あの、これで切れるんだって本当に思い込めば、さっと切れるんですよ。でも、これで切れるわけないよねって思っている間は切れないんですよね。そうですね、えー。本当にその思いっていうのはきちっとこう、あの、現象として現れるっていうことを教えてくれる先生もいてね。そうですね。まあ、あの、スピリチュアル系ではないんですけれども、はい、まあ、言葉、 の使い方を変えるだけで相手に与える印象はこんなに変わりますよとか、学習をしていくときにあたって、その学習を、要はせっかく勉強するんであれば、その勉強するときに、どういうところに気をつけると記憶の中、自分の脳の中に残っていくのかとかですね。それとかまだ自分の名前、私だったら健太郎っていう名前なんですが、この名前についてよく考えたことがありますかと。人生の中で一番よく自分が書く。 文字であるのに、そこについて考えを、巡らしたことがないんじゃないんですかということで、自分の過去を振り返るとともに、自分の名前について考えてみようとかですね。それとか、あの、ピカチュウの仮装をしてみんなで弾けてみましょうとかですね。今社長、ピカチュウになられたという噂を聞いてるんですけれども。も、もともとがもうね、あの、ゆるキャラのような感じで。<laughs> にそ,そうですね。ね <laughs> 殻を破る。そうですね。殻を破るという講義があってですね。うんええ、ねまあ、普段真面目そうにしている会社の社長さんとか、まあ、たくさん入ってらっしゃるんですけれども、まあ、あの、そのイメージを一旦崩してしまって、うんうん、で、こそこでバ。バイアスを取るところから始まるんです,ですね。自分の中にあるブロックを崩して、うんうん、そのブロックの向こう側にある、うん 新たな自分を見つけましょうみたいな、ちょっと一風変わった講義もあって、はい、非常に面白いんですけれども、ね。本当に面白いですよね。あ<ー>え僕もあの一気に学ばせていただきまして、その考えが本当に、えー、僕のその後の人生が大きくそこから変わっていったっていう、そういう経験をさせてもらいましたよね。はい。まあ、そんな中で今度ね、その中村文明さんがまたまた大分に来てくださるということで、今日は告知に。 はい。はいえっと、中村文明の講演会をですね、はい、え、来月7月の6日土曜日になります。えー、お昼の14時から、えー、場所は平和市民公園農学堂で、え、主催をさせていただきます。えー、チケットの代金が、あ3000円となっておりまして、高校生以下が無料となっております。えー、学生席は数に限りがありますので、お早めにお問い合わせいただければなと思います。はい。今回あの、講演のタイトルが、何のためにとなっていますね。はい はい、この何のために、えチ、ー、ラシの方には書かせていただいてるんですけれども、何のために学校に行くのか、はい、何のためにお仕事をするのか、はいえー、何のために自分の人生を生きるのか、はい、そういった自分の、ま、内側を見つめ直すこともできますし、 これからの自分の未来も見つめ直すことができる、そういった講演の内容になってますいや、もう本当に、あの、そんな話聞くと、いや、もう、そんな話聞くのも嫌だって思われる人も <laughs> たくさんいると思いますけども、はい、もう中村文明さん、本当に、あの、もうお笑い芸人じゃないかっていうぐらいに、面白い話なんですよね。そうですね、えー。もう引き込まれて、あの、聞いてるうちに、あ、俺だってできそうだっていう、なんかそういう活力が、あの、生まれてくる ようなそんなお話をしてくれるし、それがもういじ、ずーっとあー彼が 3, 3時間ぐらい喋るんでしょうけども、そうですね、2時間半、2時間ぐらいですかね、そうですね、それぐらい喋ってる間、もうずっと笑いっぱなしなんですよね、<laughs> えー、そう言って、そもう本当、お笑い賞を見に行くぐらいの感覚で、まずは来てもらうと、<laughs> えー、聞き終わった後あこの人の言うことを聞いてると、私の人生も変わるかもっていうふうに、スイッチがこう。 パッと入るんですよね。うん、そうですね。まあ面白さもあり、途中涙もあり。うんうん、で、中村文明さんのすごいところは、こうしなさいって一切言わないんですよね。うん、普通講演会とかに行くと、こうした方がいいですよ、ああした方がいいですよっていうお話が多いんですけれども、うんうん、文明さんの話の中では、自分の体験談をもとに全部話されるので、うん、特に、なんて言うんですかね。 こうした方がいいですよっていうふうに聞きに来られた方に、なんか押し付ける感は全くなくて、自分の中からその文明さんの話を聞いて、あ、こうなって変わっていくと、自分の人生豊かになるんじゃないかなっていう気づきがあるっていうところがすごく。同じ話聞きながら反面教師として受ける人もいるし、ね、あの人生の師として受ける人もいる。全くこう、聞く人の,の方、側から見て、全然こう違う話を聞くような、 そんなイメージですよね公演ってその中身もそうなんですけど誰がしゃべってるかってすごく重要で、はい、同じ話でもこの人の言葉だったら響く刺さるっていう,うそれって結局その、まあ、講師で喋ってらっしゃる方の生き様が見えてくると思うんですねうそういう面で皆さんが本当にあの尊敬してやまない子の中村文明さん、えー、少しご紹介いただけますかはい、えー、と中村文明さんなんですけど三重の出身でですねものすごい 田舎の。土田舎ですね。土田舎。田、ま、舎、あはい、ということは控えたんですけど。<laughs> まあ、田舎で、えー、過ごされてですね。えー、98%が森林と言われて、えー、そうですね。三重の山奥で、えー、<う>過ごされて。えー、まあ、川の横にちょっとだけ平屋があるみたいな、<laughs> そんなところに住まるえー、で育った、育った方ですよね。そうですね。で、そこからまあ、高校が、ああ、ここの受験をされて、でまあ、 最初に受験された高校には、ああ、受からなくてですね。ええー、まあ、何のために高校に行ってるのかわからないけど、まあ、とりあえずみんなが行ってるから高校に行こうと。で、高校を卒業してから、ええー、まあ、こういう田舎は嫌だということで、東京に出られたんですけれども、で、ええー、確か焼き鳥屋さんで、ええー、まあ、あの、アルバイトみたいなことをされてる時に、お客さんから、ああ、まあ、今回の講演会のタイトルにもなってますけれども、君は何のために東京に来たんだいと。君は何のために高校に行ったんだいと。 いう投げかけをいただいたらしいんですよね。まあいただいてですね。で、その時に、まあ、当たり障りのない返事を、まあ、やきさんがしたところ、非常にそのお客様から笑われてしまって、いや、なんでそういう嘘をついてるんだいって。何のために言ったのか。みんなが言ってるから言ったんだろう。うそういうふうな、うあことは まあみんな言うんだよねっていう、その一言で、え、まあ文明さんのスイッチが入って、この人について勉強したいということで、え、まあ飲食業を始められて、で、ふとしたご縁から、そのお客さんから、君面白いから講演をしてみないかというふうな依頼をいただいて、で、講演を行い始めると、あれよあれよという間に依頼をいただいて、今こういうふうに講演家として全国飛び回られてると、そういう非常に まあ、あの、ユニークな人生を生きられている方ですね。本当、ね、に、格好つけないしね、本当もう、あの、365日、ほとんど同じ服で、過ごしてるし、ね。知らない人が、えー、僕、もう、あのー、最初に中村文明さんの講演会を聞いたときに、ちょっと、あのー、スタッフ的な、 立ち位置でお手伝いをさせていただいたんですけれども、ご本人来た時に本当にただの、まあ、言い方は悪いんですけど、おっちゃんだったんで、わ、うん、かんなくてですね、<laughs> 文明さんが来られたことに。それぐらいその、なんていうんですか、気さくな方ですし、はい、まあ、あの、飾らないいまあ、なんていうんですかね、ただの酔っ払いのおっちゃんじゃないっていうんですけど、<laughs> ステージに立つと全然違うっていう、この輝きが、素晴らしい方ですね。うん すごくね褒めてますからですね <laughs> <laughs> まあでも伺ってるとそ中村さんご自身もすごくそのご縁というものがあって <はい S 2> まあこの今のご自身のこの状況 を導いてくださった方がいて、はい、そこが今度また日本全国多くの人にその縁がこうまあネットのようにこう広がっていくというね、そうです、ね、これがやっぱりすごいですね。まさにつまがれていくものですね。ヨシーはもう相当聞いてらっしゃるんでしょうね。うね全部喋れそうですね。確かにですね。基本,基本的にねあのなんか翻訳さんって、はい、あの自分の話しかしないじゃないですか。そうですね。はい、自分の話ってそう 何個も作れないんですよねだから、同じ話を何回も聞くことになるんです、これが、あのね、じゅなんかあこう、学問的な教えるような話で、こうえー、だ誰かの知識を取ってきて、それで話するなら、はい、いくらでも話って作れるんだけど、彼の話ってもう本当に人生って1回しかないから1回しか、1個しかお話がなくて、はいで、それを何回も聞くことになるんです、僕も今回、4回目を。 と、はい聞くことになるんでしょうけども、それ以外に、ふみやきさんの話っていろんなとこで聞いてるから、結果的に何回も同じ話聞いてるんですけど、その時々聞いた時聞いた時に、また新たな発見があるんですよね、うん。皆さんそうおっしゃられますよね。はい、同じお話を聞いているはずなのに、その、聞く側の心のポジションで響き方が全く変わってくるっていう、はい、そういう凄さもふみやきさんの話の中にはあって、 まあ、二度目、三度目聞いてもですね、やっぱり、いい自分の、まあ、心の場所によって感じる、うんうん、まあ、同じお話でも感じ取る。まあ 場所の切り取り取方が違ううんでしょうね、はい、そうですね。本当に、ああ、この話聞いたことあるって最初、あとっかかり思うんだけど、あこんなこと言ってたっけみたいな話になるんですよね。いつもいつも新しい発見がありますんで、だからにあ、去年聞いたよっていう人も含めて、もう一回聞いてみるといいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。ね2回、三回聞いていただくと、まずスルメのように味が出てきます。まあね、今の自分で聞くと、今自分が欲し 欲している言葉を、はい、まあ自分で選択して心の中に入れていただけると明日からがね楽しくなるんじゃないかなと思います。中村文明さんの講演会何のために日程は7月6日土曜日時間は14時から16時の予定です。受付の開始は13時30分となっておりますが会場は大分市 の、平和市民公園農学堂。農学堂よくね、はいえー、来てくださいますので、多分、あの、気に入ってくださってるのかなーなんて、<laughs> んそんな風にも思います。えー、参加費は3000円。高校生以下は無料となってます。あの、高校生でね、今学校行きたくないなーとか、思ってらっしゃる方、あの、どうぞ、あの、遠慮せずに、来ていただけると嬉しいなと思います。はい、どこに、あの、 前売りとかあるんですか申し込みとか一応ネットでも販売をしてますので、はい、まあチラシだったり、まあ f a c e b o o では私の方に。 連絡をいただければご案内させていただきますので後藤健健、えー、健太郎はい後藤健太郎でございます後藤健太郎ってこう、えー、ね検索してもらうとちょっと男前の顔が最近はあ,ありがとうございます <laughs> なんか表紙変わったもんねかっこいい顔になったもんね以前がどうだったのかはいこの番組ですねあなたにとって未来とはという質問で締めくくることになってます後藤健にとって未来とは 自分にとって未来とは自己中心的利他を行いながら、自分の夢を叶えて、そして他者貢献していくというのが自分の未来です。さよくね、最近ね、ごけんね、高橋社長といつもいつも一緒にいるんですよ。<laughs> だからもう言ってることがもうまさしく高橋社長になってしまってますよね。あ,あ,あの、荒っぽいことは言わないですね。<笑><笑> <laughs> <laughs> はいということでお話を伺いましたお客様は五円ぎ大学第4期主催者でいらっしゃいます後藤健太郎さんでしたはいどうもの世のため人のためそして己のために,にててを社長として承認だけで成り立つ会社を目指します はい、えー、ごとけんさん書いていきました。はい、本当に彼のおかげでね、えー、ご縁紬大学っていうのが、大分に定着したんじゃないかなというふうに僕思うんですよね、はいえー。中村文明さんも本当によく大分に来てくれて、僕、えー、もう、えー、いつもいつも、まあく、来るたんびに、えー、その講演会行かせていただけるんですけど、そのたんびごとになんか新たな発見があったり、はい、もう本当に、えー、あーまぁ、あえー、ご縁紬大学ずっと続けてきてくれて、もう本当に。 嬉しいいなって思います今度第4期ということで7月6日の日に「何のために」と題して中村文也講演会を、えー、平和市民公園能楽堂で行いますんで、はい、僕も行きますんでぜひとも、えー、皆さん能楽、うん、堂でお会いできたら嬉しいなというふうに思います。はいということで<え>、えー、ちょっと今日の話なんですけどもマスコミさ、はい、奇跡の人って知ってるえ奇跡の人 お、あるじゃないですか、こう、本とか舞台とかでもある、うん、あの、ヘレン・キラーのこと。そう,そうそうそう、ヘレン・キラーの話なんですけど、はい、実は、ヘレン・キラーではなかったっていう話してます。 奇跡の人っての奇跡の人イコールヘレン・ケラーじゃないという話が僕は、<あ>えー、この前、えー、本読んでて、うん、出てきて、おすごいなっていう感じがして、はい、まあこれお話、ちょっと時間があるんでお話ししようかなというふうに思うんですけども、はい、これ1876年アメリカのマサチューセッツ州の話なんです。はいえー、精神病棟の、えー、緊張型せ、えー、精神 合併症というふうに、えー、診断されて、えー、牢獄のようなベッドの上に拘束されて動けない、えー、少女がいた、はいえー食。食事は運ばれても手をつけない。えー、もう食べないなら持ってこないわよとか言って、えーえー、看護師さんから言われ,言われて、えー、もう誰も相手してくれなくなった。でも、たった一人の看護師が、その、 その少女に、えー、あなたは一人じゃないのよ。あなたを気にかけてる人は他にもたくさんいるのよっていうふうに声をかけながらクッキーを毎日毎日届けてくれる、はい、そういう看護師さんがいた。はい、で、その看護師さん、えー、がクッキーを毎日どん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 積み上がっていくんですけど、はい、ある日、えー、そのクッキーが全部なくなってて。はい で、その少女がそのクッキーを持ってきた看護師さんにありがとうって言ってくれた。はい、もうその声を聞いてその看護師さん泣き崩れて、はい、あ、私の心が通じたんだっていうふうに思う。それから10年ぐらいの、10年の年ぎが流れる、はいえー。舞台は変わって、えーあ、もうどうしても手をつけられない自分の娘をどうかしてこうちゃんと生活できるようにしたい。 っていうふうに思ってる父親が病床にいた大人になった。 その少女に、えーまあ「うちの子を頼みます」「ちゃんとこの子は目も見えなければ口も聞けない音も聞こえない、はいえー」そういう境遇で生まれてきて、えー、るんです本当にどうにかしてあげたいんだけど本当になすすべがないんでどうしていいか分かりません助けていただけませんかってその女の人に言うわけです。はい、で先生、えー、という,ふうに言われるんですけども、はいその そしてその父親から「えー、この子を頼みます」って言われたその子供が実はヘレン・ケラーだったっていうことで、えー、本当は奇跡の人っていうのはサリバン先生のことを指してっていう話なんですよね奇跡を何なのかってことなんですけどすす私はその最後にヘレン・ケラーが「うお!」って水「水」という言葉をねこう出す。 そ、そこがその奇跡なんだ。それができたことが奇跡と思ってたんですけど、今伺うと、サリバン先生ご自身もそれだけの障害をお持ちで、 養殖育ってきてってことですか、うん、そ,うその時の看護師が毎日クッキーを与えながら、あなたは一人じゃないのよって言い続けたことによって、心が開いて、その成長して、えー、で、自分の体験から、うんえー、一人でも多くの人を救いたいっていう思いに行かれて、えー、全然言うこと聞かない、えー、ヘレン・ケラーに対して、えー、声をかけて、えー、どうにかあちゃんとした生活ができるように、えー、というふうに、 えー、もう普通の人だったらもう手もう無理です私には手に負えませんって、うん、たくさんの人が今までヘレン・ケラーを見てきた先生たちはもう手もうサジを投げたんだけど、えー、サリマン先生は決して、えー、もしサリマン先生がサジを投げるようだったらあの看護師さん他の看護師さんと同じように、えー、あもう食べないならいいわもう知らないって言って。 でえー、もうお何もおご飯さえ与えずに、えー、どん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 その看護師さんは変わっていったその時に、えー、そのたった一人の看護師さんが人あのクッキーを持っていきながら声をかけてくれたってその思いがあったから今私がいるんだだから私はここでサジを投げてはいけないんだっていう思いが。 奇跡の人を生んだっていう話サリバン先生自身がそういう思いがあったから諦めなかったし、うん、やっぱりそのヘレン・ケラーに対して寄り添う気持ちもあったしできたことなんだ、うん、つまりもともと看護師さんの存在も大きかったし、ね、奇跡のリレーが行われていたということなんですね。そうですねはい、ええ そう思ってみるとまた違ったね見方ができるんじゃないかだ、はい、そうですね願わくばサリバン先生の伝記みたいなのも読んでみたいななんて、はいね、それでは今日はこの辺で失礼いたしますお相手はよし行ますそして松本久美子でしたせーのいえ<エ>